はい。それではですね、今回のこの動画では、メールチンプでのステップメールの設定方法ですね。こちらをご紹介していきたいと思います。では、まずこのログインを押す状態のトップページから操作を進めていきたいと思うんですが、このメニューからキャンペーン図をクリックしてください。はい。まあ、するとこういった画面が表示されます。まあ、従来の画面とちょっと違うのが、オーディエンスですね。こちらが選択された状態で表示されるといった感じになります。はい。 まあこういった作成したオーディエンスですね。昔のバージョンですと、まあ、リストと呼ばれてた部分ですね。はい、なので、えー、このオーディエンスが作成された、作成してあるのを前提として解説を進めていきたいと思います。はい。で、まあ、このオーディエンスに関連したものですね。例えば、このオーディエンスを主軸にしてステップメールを組んでいったら、それが表示されると。メールマンガを一度でも配信してあれば、それが表示されると。そういった形になります。 他ですとあの,他のですね、すべてのオーディエンスで表示させたい場合はこちらですね。オールオーディエンス。これで、す、ま、べ、あ、ての、えー、オーディエンスに関連した、まあ、過去に配信したすべてのメールマガとステップメールが表示されるといった形になりますで。今回はですね、このテストですね、解説用に作成したテストのリスオーディエンスを使って、えー、ステップメールを組んでいきたいと思います。 では、まず、この、クリエイトキャンペーンをクリックしてください。次に、e、Email ですね。こちらをクリック。Automated をクリックしてください。次に、Welcome New Subscribers ですね。こちらをクリックです。1点,点、注意点としまして、この Google Chrome ですね。はい。あの、日本語に翻訳っていう機能がありますので、もしこの英語、ちょっと、 苦手意識が強いなっていう方はですね、この右クリックしていただいて、日本語に翻訳ですね。はい。これで、日本語に翻訳しつつ進めていただけると思います。で、元に戻すにはこちらですね。こちらをクリックして原文のページを表示です。はい、もしあの、英語が苦手な方は、これで進めていただけたと思います。はい、では、先に進みます。えー、次に、キャンペーンネームということで、こちらに、 ステップメールの名前ですね。例えば、今回、ステップメールを組む目的のものですね。無料オファーのタイトルですとか、で無料オファーでも、PDF のタイトルですとか、チェックリストのタイトルとか、あとは動画講座のタイトルとかですね。はい。なので、こちらは、無料オファーのタイトルといった感じで考えておいてください。もしくは、あのメールマガですね。 メルマガ登録者に対していつだけ、えー、登録ありがとうございますの連絡を入れときたいといった使い方もできますので、はい。そういった文言を言っててください。例えば、えー、メルマガ登録用みたいな。これはあくまで自分が管理画面上でわかればいいので、そういった名前を付けてください。っていうところですね。はい。まあ、今回解説用としまして、まあテストとします。で、次に、えー、 このステップメールを配信するオーディエンスですね。こちらを設定します。まあ、先ほどもこう設定したわけなんですけど、それは過去にそのオーディエンスを主軸にして配信したものですね。を表示させるために選択していました。まあ、それと連携しているわけではないので、再びこちらで選択してくださいというところですね。今回は先ほど解説した通り、テストというオーディエンスを使って配設定をしていきたいと思います。 でこの Begin をクリックします。しばらく待つと次の画面に移動します。はいまあ、これが、えー、従来のメールチームの画面と変わったところですね。1通目の設定がいきなり出てくるといった感じになります。はいまあ、こちらは先ほど設定したオーディエンスですね。設定しているので OK ですで。From の部分ですね。このメールアドレスはこの作成したオーディエンスの時に設定した アドレスがこのように表示されます。はいまあ、このように Gmail になっているんですが、これは解説用として設定したわけなので、はいまあ、できれば独自ドメインのアドレスにしてください。Gmail だと迷惑メールボックスに入りやすいです。はい、で、このサブジェクトですね、こちらにタイトルを入力します。まあ、1つ目ということもあって、ご登録いただきありがとうございますといった感じで入力をしてください。まあ、実はは、ここは 自由に入力してください。次にこちらですね。コンテンツ。こちらエディットデザインをクリックしてください。はい。まあ、いきなりこの、はい、画面が表示されるわけなんですけど、まあ、できれば自分で作成した HTML テンプレートですね。こちらを使用してください。はい。まあ、これだと1からデザインしなければならないので、結構、はい、効率的ではないので、作成したテンプレートを選択します。はい。こちらのテンプレートをクリックします。 はい、これを作成してあるのを前提で進めていきたいと思うんですが、えー、次にこちらですね。えー、セーブとテンプレートをこ,こちらをクリックしてくださいで。作成したものですね。このように表示されますので、はい、該当するものを選択してください、はいまあ。チェンジテンプレートをクリックします。はい、でまずタイトルですね。まあ、こちらをご登録いただきありがとうございますと。 いただきですねあとはですねこちらに内容を記入すると基本的にはこの編集後期とは異例はないので消します、はい、あとは内容を記入していただきまして完了しましたこのセーブクローズですね、えー、次に、えー、セーブコンティニューこちらをクリックしてください まあこれで OK なんですけど、ちょっとなんか不具合になったそうなので。これですね。えっと、これが不要だということなので、これを消します。はい。で、次にですね。これで1つ目が設定できたわけなんですけど、2つ目、3つ目、4つ目ですね。これの設定方法は、 こちらをクリックしてください。日本語に翻訳しますと、まあ、詳細設定を使用するですね。はい、こちらをクリックします、はい。あとはこちらのボタンをクリックと。はい。で、これで、えー、先ほどのいきなり1つ目の設定画面が表示,され表示されたわけなんですけど、まあ、これが、えー、従来の画面ですね。 この従来の画面から2通目、3通目、4通目が設定できるといった形になります、はい、一旦この複製機能を使いたいのでこの NEXT をクリックしていただいてスタート・センディングですねこちらをクリックしてください再びスタート・センディングですねこちらをクリックしますでこれで1回配信状態にしましてこの状態ですと レプリケートという複製機能が使えます。まあ、そちらの方が効率,効率的ですので、それを使用したいと思います。はい、で再びこちらの画面に戻ってきていただいて、エリートですね。こちらをクリックしてください、はいで。この状態でこちらをクリックして、レプリケートですね。はい、でデザインイメール、はい。これですね、えー。これは2通目ですので、2通目と。 これはカーニング画面上で見える名前になります。あとは2通目のタイトルですね。タイトルと。プレビューテキストはいらないので消します。あとは会社名とメールアドレスですね。これで NEXT をクリックします。あとは2通目の内容を記入と。はい。Save and continue をクリックします。まあ編集が終わったらですね。 はい。で、これで2通目が、えー、設定が完了しました。はい。えー、次に、このスタート E メールですね。この内容は記述し終わりましたら、スタート E メールですね。これで配信状態になっています。このチェックは配信状態ですね。で、逆に、はい、このパーサルのエディットですね。こちらをクリックすることで、はい。これは停止状態になります。と同時に、これで再編集ができますので、エディット E メールによって、先ほどの画面に移動するといった感じになります。 なので、配信したい場合はこちらですね。この1番目のやつをクリックしていただくといった感じになります。で、逆に、これを停させたい場合は、パーサーエリートですね。はい。で、複製したい場合は、このレプリケートですね。はい。といった感じで、はい。このステップメールを設定していただければと思います。 で、設定をし終わりましたら必ずこのチェックマークの状態に全部していただいているですね。あの、2通目以降のものですね。設定し終わりました。はい。この状態ですね。はい。この状態で、えー、この next をクリックします。はい。で、exit ですね。でこれで自動的にこう配信してくると。はい。この sending になっているので、これで まあ、登録があったらすぐに1通目。1日ごとに2通目、3通目と行く感じになります。はい。あ、でもう1点ですねえ。もしこの 1, 1通目の、以降の2通目、3通目の日、えー、数を動かしたい場合ですね、設定し直したい場合はこちらのエディットですねで。これによって2日お気にしたいですとか、1日お気にしたいとか、そういった設定もできますので、ぜひ。 はい、活用してみてくださいといったところですね。はい。といった感じで、えー、メールジンプでのステップメールの設定方法ですね。は一通り解説しておりましたので、ぜひ設定してみてください。では、今回の内容は以上になります。